1925年の中国。薄オレンジが西北派の支配地域国民軍は、中華民国に存在した軍閥で、北京政府、直令派の有力軍人にして、西北軍指導者の表玉省が結成した軍事組織である。劣化賞、茶春賞、水炎省甘粛省を支配したことから、西北派とも呼ばれている。 表玉賞1924年10月第二次笹口じ戦争の最中に表は北京政変を起こし直令派の中華民国大総統総魂を捕獲して北京を掌握する10月25日表玉賞は伝文を発し中華民国国民軍会議の設置すなわち国民軍の組織を宣言した国民軍総司令券第一軍軍長は表 副司令券第二軍軍長は、古慶翼、副司令券第三軍軍長は、孫だけという構成となっている。12月12日、兵は国民軍の名義を廃止したが、一般にはその後も、兵の軍は国民軍と呼び名表された。翌1925年1月4日、兵玉将は、西北変貌を、ただし弁に就任し、北京火省、熱化将。 チャハル省、水炎省甘宿省などを支配した。これにより、国民軍第一軍は、西北軍とも呼ばれている。固経欲率いる、国民軍第二軍は、直令派の豪配布を撃破して、河南省に入る。1925年2月、先制特軍、劉鎮下とその部下玉、が、河南省支配を狙って進軍し、コアこれとも戦う。 4月2日、子は、を自決に追い込んで勝利したが、同月10日には、子も、突然病に倒れて死去してしまった。そのため、第二軍、第二市市長学医春が、第二軍軍長に昇格している。10月15日、国民軍は、孫連邦の五将連軍と結託し、反捧ぐ戦争を発動した。しかし、国民軍は、 戦闘に参加せず、二十一日、表玉将は、双方に平和的解決を求める声明を発した。東北陸軍でも高級将軍会議で、李慶林と各将霊が、長学寮に和平を提示し、国民軍は十一月十三日、天津にて、東北陸軍との停戦交渉に乗り出した。国民軍からは、鹿将林、長寿星、王の仇、 文野寺氏、龍南事件が、東北陸軍からは、張学寮、李慶林、各選挙、陽運法、張元、小園が、代表として出席し、張学寮の報告を受けた、張作林も停戦に同意したため、李慶林と、各省令の圧線のもと、双方は11月15日、李慶林のただし弁公所にて、和平協定を締結した。 停戦協定は8カ条からなり、景気周辺における、双方の勢力範囲の取り決めと、反後配布共闘路線の一致が確認された。これにより、国民軍は、南縁、西縁を、東北陸軍は、補定、大名を明け渡すこととなった。しかし18日、輸送に遅延が生じていた、理系林の部隊が撤退が終わらないうちに、国民軍の一部の部隊が補定。 大明地区に殺到し、戦闘を開始した。激怒した、張作林は、各省令への帰還命令と、李系林に補定、大明地区の奪還命令を下した。表玉省と手を結んでいた、各省令はこれを内通が露見したと思い、李系林と共に、かねて寄り進めていた、張作林打倒計画に乗り出した。20日、表玉省は、理系林と、 各省令に向けた密約を作成した。各省令は密約にサインした、翌日の11月23日、張作林打倒を唱えて放棄し、30日には自軍を東北国民軍に改組した。しかし、張の反撃を受けて、各は敗北、処刑されてしまう。東北国民軍第五軍軍長義松蔵は、兵玉省に合流し、その軍は、 国民軍第四軍と称された。一方、北方国民軍に改組する手はずだった、李慶林は、結局、張作林の側に止まり、12月8日、表玉将が、李慶林討伐の命を発すると、張野へ率いる国民軍三孤寺は、天津に進軍を開始した。李慶林は、日本やドイツの軍事顧問の指導で大村に屈強な、 陣地を構築しており、10日から15日までの間に、国民軍に死者4000人の損害を与え、16日に蝶の絵を更迭せしめた。しかし、蝶の公認の利名称は19日の積雪に乗じて、白い羊の皮を被った偽装兵に、陣地周辺で爆竹や花火を鳴らさせ格乱する奇策を行って、洋村を陥落させ、一気に、 国民軍が優勢となる。同月末に、李は、天津を放棄して、山東省の町総省を頼り、自家路連根軍を結成した。そんな中、翌1926年1月18日には、自家路連根軍第24支市,市長方新部が、国民軍に転じその軍は、国民軍第5軍と称されている。超能衛1926年になると、 氷玉省は、各省令の廃止に加え、石化批判も受けることになり、同年1月に一時下屋を余儀なくされて、ソ連に出本する事態となった。そのため、氷廃家の、ご故障の一人である、長の絵が、公認の西北変貌を、ただし弁として、国民軍を率いることになる。長をはじめとして、同じくご故障の主家賞林、総鉄源、低金星らも優れた。 軍指揮官であった。一方、12月に、観光で再起した、直霊派、ご配布は、自家路根軍と結託し、反撃を開始する。1926年1月、三個軍が竹一瞬、引き入る、第二軍が支配する河南省に侵攻。3月に、河南省全土を掌握され、第二軍は瓦解した。孫だけ引き入る、第三軍も、 自家ラネ軍に撃破された。しかし4月からの南口大戦において、長野へ率いる国民軍本軍は、表極小不在の中でありながらも、圧倒的優勢な北方各派連合軍を相手に、前線している。8月、ついに、水沿方面への撤退を余儀なくされたものの、国民軍という組織自体の崩壊は、免れ、また、 北伐を開始した中国国民党にとっても大きな援護射撃となった。9月、表玉将は自軍に復帰し、語源受け使用を行った。これにより、国民軍は国民貫軍に改組され、全軍が国民党に加入している。翌年には、さらに国民革命軍、第二集団軍に改組された。1924年10月から12月4個し、4個。 混成旅、等により構成され、総兵力は9万人。国民軍総司令権第一軍軍長、兵玉賞1925年1月から1926年3月12個、不評士2個騎兵士、英隊1個旅、砲兵2個旅で構成され、総兵力は15万人。1926年1月、表玉賞家に伴い、蝶の絵が、 国民軍第一軍を率いることになった。西北変貌、ただし弁、表玉賞、長野エ1926年4月から9月1926年4月15日に、南口に撤退した時点で軍を再編した。9個軍と2個機兵集団を要し、総兵力は約20万人。 国民軍総司令権西北変貌司令針の絵1924年10月から1925年3月当初は3個市を統括し、1925年1月に6個市に増強。3個混成旅と合わせて約3万人。国民軍副総司令権 第二位軍軍長固形翼1925年4月から1926年9月1925年4月10日、固形翼が病没したため、竹一春がその地位を後継した。同年夏、11個死、18個混成旅、2個騎兵旅、独立砲兵13個団、不評6個団、12個補充団、騎兵1個団と合わせて、総兵力20万人にまで拡充している。 しかし、翌年3月、グモミサゴの第1軍、アダエケツの第2素地軍、リュウチンカの戦艦軍との戦いに敗れて、竹が捕虜とされ、国民軍、第2軍は崩壊した。第2軍軍長竹一春国民軍、第2軍付属部隊孫竹率いる、中央陸軍第15混成旅を母体とした。当初は、女英将、宝兵軍の二個団のみの統括であったが、 国民軍結成後に拡充し、2個し、4個混成旅で構成される、総兵力約7万人となった。1926年3月、第3軍は、ジカロ・ツラネ軍に敗北し、また、孫だけも病に倒れてしまう。残軍は、女英将らが率いて第1軍と合流している。国民軍副司令兼第3軍、軍長孫だけ上述の通り、 東北国民軍は各省令が東北陸軍第6子を改組して結成した軍である。五個軍約7万人。各廃止後の1926年1月、第五軍軍長義マスが兵玉省に合流し、国民軍第四軍と称された。しかし、同年3月に国民軍が敗戦した際に義は国民軍を離れて正義軍を自称し、後に ご配布に投稿した。東北国民軍軍長、各省令上述の通り、方針部が、直路貫軍、第24子を改組して結成したものである。もともとは暗記派の参戦軍、第2子として1919 19年1月に編成され、暗直戦争後に、朝早将に接収、縮小されて、第7旅、千県第二橋ご隊を経て1925年秋。 第24市に改編された。ただしもともとは1個市であるため、3個旅を統括しているに過ぎない。第1軍に合流して、南口大戦などでも戦い、後に五元受け詩にも加わった。第5軍軍長剣第1たびたび超達進部。ありがとうございます。